春は花粉症やアレルギーなどで鼻づまりに悩まされることが多い時期です。そこで即効性のある鼻づまり解消のツボをご紹介します。一つ目は陰道です。左右の眉毛の内側を結び、ちょうど真ん中に当たる部分にあるツボです。少し強めにじわじわと鼻が通るまで押します。このツボは頭にもよく、花粉症で頭がぼーっとしている時に効果的です。二つ目は鼻咽です。小鼻の両脇の少しへこんだところ、押すと犬歯の根元に当たるあたりのツボです。強めにぐーっと10秒ほど押します。それを1セットにして鼻の通りが良くなるまで繰り返しましょう。さらに東洋医学では首や手首、足首を温めることも鼻づまりを解消する方法の一つだと言います。関節は東洋医学でいう気血の巡りが滞りやすい部位です。ここをほぐすことで体が温まり、水の巡りも良くなって鼻の症状が改善するそうです。カイロやマフラーで温めたり、手首、足首を回すだけでも効果があるそうです。鼻づまりは口呼吸になり、集中力の低下や睡眠不足につながります。すっきり解消して快適に過ごしましょう。こちらのトピックスの詳しい内容はウェザーニュースアプリお天気ニュースチャンネルからご覧いただけます。